野生だとサボテンだとか背の低い木の、木の葉っぱだとか、とにかく植物ばっかり食べてるんですね。なので動物園でも植物ばっかりやってます。で、何をやってるのかっていうのをちょっと見せたいと思います。今ですね、この一番大きいゾウガメがむしゃむしゃと美味しそうに食べているのがですね、これ青草です。で、これあの牧草の飼ったばっかりのやつですね、業者さんに今朝納入してもらったんです。これあの春からこのぐらいの季節からやって、納入できません。冬の間はこれの代わりにあの乾かした草、乾燥をやってます。実はこの青草ですね、今日から納入が始まったので、久しぶりの青草を食べてます。で、いっぱい食べる。はい、ではですね、これ青草を食べてるのと、こちらですね、何なのかっていうと小松菜の芯の部分です。柔らかい葉っぱの部分はですね、他の小さなカメだとかトカゲだとかになってですね、残った芯がこっちになってます。なので、白菜も渋いんですまだ見るまで。本当にツラなんかはあの口も丈夫いし、大きい硬いものもバリバリ食える子なので、こうやって割と芯が回ってくるんですけどね。はい、あとこれさつまいもだとか人参、根菜類ですね。これが実は一番好きで、チビちゃんね、今チビちゃんとか食べた、芋ばっかりさっきからかじってますけど、こういうあの生のですね、芋みたいな硬いものでもこうやって先の尖った口でバリバリ食べてしまう。こっちのカメさん草ばっかり食べてしまいますね。他にはですね、例えばリンゴだとか、ちょっと今見つかんないんですけど、あとバナナだとかオレンジだとかのフルーツもちょこっと入ってます。でですね、上からこの白い粉がいっぱい降りかかってるの分かりますか？この白い粉が何なのかって言いますと、これカルシウムの粉です。で、こんなに立派な甲羅を維持するためにはたくさんのカルシウムが必要なので、上からですね、こうやって山盛りに餌を持ってやった後、ふりかけのようにふりかけてやってます。